まあ小島チームは昔からですね実際にその全てを仕切ってます監督っていうポジションと間にですねえ組み立てるセクションというのがあるんですよね。それがチーム内ではシナリオ班というふうに呼ばれてるんですけれどもえ例えばまあ車なんかに例えるとですねえまあプログラムであるとかその音であるとかデザインであるとかっていうのは全てそのタイヤであったりエンジンであったり。 あの椅子であったりすするわけなんですよねでそれらを、まあ、組み上げてで実際にそのゲームとしての,その形にしていくっていうセクションなんですよ。ただまああの車とかも設計図がバシッと決まっててねあの組み上げるともう必、えー、然的に出来上がるっていうものではもちろんないんでその組み上げていく時にですねその椅子の位置をこの辺にしようかとかですねからタイヤの角度はこうしようかとかエンジンはどうしようかっていう形で、えー、いろいろとその調整していくことであの乗りやすい車にもなる わけだしあの乗りりににくい車にもなったりするで、まあ、そういうことでは一番そのゲームの,、ね、あの質そのものに影響が出るところなのかなということでやってて楽しいんですけどねあのものすごくプレッシャーも大きいです。入社した時に まああのちょうどその時はいきなり個人番組ってことではなかったんですけれどもえまさにその MSX 版のメタルギアっていうのをやってるところでしてえもうほとんど完成間近だったんですけれどもえバグチェックに参加してくれないかということで入社して最初に私が行ったまあ仕事と呼べる仕事だったのかまあそのバグチェックは仕事かどうかっていうのねあねあるんですけれども、え。ー 最初だったんですよで以来ずっと私の中で他にもいろんなプロジェクトには携わってきたんですけどもやはり一番最初っていうのはこう記憶に残ってますんで、えー、今こうしてあのメタルギアソリッドそれからメタルギアソリッド2という形で、えー、順次、えー、携わってきてるわけなんですけども。 ライフワークって言うとあれですけれどもね、まあ小島監督の元についてですね、自分もどっぷりとこのシリーズの中に身を置いてしまっている、そういう意味では本当に思い入れがねえ非常に大きい作品になっています。いつもこれ言われることなんですけど、非常にお待たせしましたというんですかね、長くあの開発がかかってしまって、まあいろんな意味で、え。ー 待たせることなくもうちょっとこうテンポよく出していければなというふうには思うんですけれどもこのかかかっっったた時間にに見合った質になっているかと思います長く遊べる仕様もいろいろと入れてますので一度といて割と今回ちょっとあのテーマ的にも奥の深いところがありますんで二度三度深くゲームそのもの楽しむっていうことの他にも考えてもらえるといいかなというふうには思っています。 えー、プログラムのまとめ役というか、えー、メインプログラムを担当しました上原と申します、えー、まあ基本的にはシステムっていいますか、えー、システム周りの方をやってまして、えー、グラフィックス以外の CD 周りですとか、えー、そういうところを主に中心にやっておりますそれと、まあ、あの全体的にどういう人にどういうものを振るかとかいうディレクションとかそういうことをやプログラムの中でやっているやってましたはい まあ、私の担当分といいますかプログラマー全体がかなり、えー、力を入れてものすごい大きなプロジェクトになっちゃいまして、えー、いろんなところでもうこんなところ誰も気づかないやろうというところにまでこだわったプログラムになってますで、えー、まあ私自身の担当分でいくと、まあ、労働自体とかそういうのもかなり気を遣って早くしているつもりなんで、えー、ストレスなくあまりこうなんていうんですか気づかれないように。 ユーザーさんがこういう僕たちが苦労していることを気づかないような <laughs> ところが成功だと思ってるんでス、えー、ストレスなくゲームをやっていいただければと思いますメタル1の時もそうだったんですけども割と、えー、技術的な実験をさせてもらえるというか、えー、多くできる場だったっていうのは間違いないところでメタル1の時もメタル2の時もかなりその当時にしては他がやってないようなことをやってみようとかあとは。 これは面倒くさいけどやってみようとか <laughs> そういう感じで何、えー、て言ますかプログラマーのスキルの出し合いというかそういうところで頑張ってみたタイトルなんですね。なんでまあまあ時間かかってしまいましたけどやっと、えー、遊んでいただけることになりまして、えー、やってもらえると。 楽しんででくださいといととうことですね MGS は割と小ネタが多いといいますかあのいろいろ細かいところで遊びがかなり入ってますあの普通のゲームよりもこう自分でね能動的にこういうことやって遊んでみようみたいな感じで遊んでもらえると非常に楽しめるんじゃないかなと思いますんで、えー、そういう感じで遊んでみてください。よろししくお願いします えー、メタルギアソリッド2の、えー、サウンド全体の指揮をとっております、えー、音響監督の村岡です最近はゲームの映像が、えー、立体化 3D 化していきまして音の方がそれにどのように、えー、対応していくかどのように立体的に聞かせることができるかっていうのがもう当初からの課題だったんですが、えー、まず一つは、えー デモの一部を5.1。チャンネルのサラウンド化したということ。それとそれだけではあのゲーム全体を通してえ。ま5.1チャンネル化っていうのは難しいっていうのがありますので、特にインタラクティブ部分では難しいです。それでそのインタラクティブ部分ではどのように立体的に聞かせるかということがありまして。まず。 ステージにある物体、えー、もういろんなものがありますねあの鳥が飛んでたり雨も降りますしなんか敵兵が動いてたりっていうのがありましてその一つ一つにもう音を全部貼り付けていきましたそれで、えー、画面からの、えー、距離角度なんかによりまして、えー、音量やパンなどをあとエフェクト、えー、空気感ですね この辺を変えていきましたそれで、えー、全体的に奥行きのあるそして広がりのある音っていうのを、えー、目指して、えー、作り上げましたここれが最大の、えー、言いたいたとでしょうか、はい、とにかくたくさんの音を入れましたので、えー、存分に音の方も楽しんでください。 C.G. 監督っていう名前がついています。えっ、ー、と一応デザインのえっ、ー、と取りまとめをやっていてで、あと作業的には、あ、制作的には、えー、デモの部分の監督をしました。<noise> 僕鉄砲を持って打ちまくるゲームじゃやっぱりないんですよね。で、やろうと思えば誰一人殺さず最後までいける可能性がある。それと 本当にその気持ちでやってると、僕自身こんなゲームやったことないなっていう凄さがやっぱりあります。鉄砲、まあ、人を殺せる鉄砲を使って血が出た時にすごい嫌悪感があったりとか、あの作ってる僕でもしますんで、うん味わっていただきたいな、できるだけ人を殺さないプレーもやっぱり心がけてもらえると嬉しいかなって気がしますね。 映画館に行ってあそこをもっと見たいなと思ってこうズームしたいなとか思っても座席にこうボタンがあるわけでもないですしでも今回はそれ可能なんでそれでなんかもうこれから10年とか持った後の映像の世界とかのかきっかけって言ったらすごいおこがましいですけどなんか未来像を描けたらええなと思います <laughs>。 黒服フェードアウトしてでちょっとしたまったりとした時間があるその「間」っていうのが意外と持つなっていう全体的につながってみた時にその空白の「間」が全体のお話の中にこう,こうパートパートで生きてきてるんかな何もない時間がなんかおいしいなっていうそういうつながった後に感覚がありました。 キャラクターのモデリングを担当している、まあ、キャラハンというチームがあってでそれの統括をしていたもの、えーまあ、苦労した点はまあ山ほどあるんですけども、えー、まずその PS、まあ、前回が PS1 の作品だったんですけども PS1 と PS2 の,の性能のギャップ に順応していくのがすすね今回そのスネークというまあ前作の主人公に代わってまあライデンという新しい主人公が出てくるんですけどもそのまあ髪の毛あの普通ああいうふさふさした髪の毛っていうのはかなり 3D で表現するのが難しいんですけどもそれをまずその表現しようという試みがあって。 でまあ、最初のうちはその、まあ、スネークのバンダナを20本ぐらいぶら下げて <laughs>、えー、テストしてたんですけども、えー、まあそれ、まあ、そういう実験を何回も繰り返してでなんとか今の形に落ち着いたと。で、まあ、今できるその技術の中ではかなりいい方、まあ、いいものができたんじゃないかなと。 ユーザーの人は、えー、技術がうんぬんとかその映像がすごいとか、まあ、確かにすごい <laughs> ですけどもそういうところではなくてもう単純に楽しんでほしいんですよね遊んでもうなんぼだと思うんでゲームなんてで、まあ、そこの中から何か一つでも、まあ、遊んだ中から残るものがあればそれはとても嬉しいんですけど。 えと背景をまあ全体的に見ていた根岸です、えー、と苦労した点っていうのはまあ前作 PS1 から比べて PS2 となったらもうストレスがあったところが全部解消できるような作りたいものを全部作れるようなイメージがあったんですけどまあ結局最終的に行き着くところがまあ背景でいうとポリゴン数とテクスチャの容量っていう結局地味なところに行き着いて。 まあ最終的にはどんだけ軽くするかとか本当に地味なな作業になってししままいました見どころ、まあ、全部と言いたいところなんですけど、まあ、メタルギアっていうと主観でまあ全部見ることができますししかもスコープとか持ってたら遠くのものも全部見えちゃうわけですよね。でそういうものに耐えれるくらいのものに仕上がってると思うんですよ。特に外とかって、まあ、果て果しなく 海が広がって空が広がって遠くの建物まで見えてしまうんですけれどももう完璧とは言わないんですがまあ遠くのものまで全部ポリゴンで作ってあるっていうそういうところまで見てもらえると嬉しいですかね正直よくできたなっていうところですね最初やっぱりタンカーとか巨大プラントとかもう全然イメージもしていなかったものが題材になってたりとか しかも前作だと暗くて狭いっていうものが多かったんですけど今回は海とか空とか果てしなく広がってるところでしかも昼間とかもうやったことないことが一番最初に山積みされてたんで本当できるのかなっていうイメージはあったんですけどあんまり自信はなかったんですけれどもやっぱり一つ一つまあ実験しつつ試行錯誤しつつやってきたんでまあ形になってよかったな。 まあ、ユーザーの方にはそういう、まあ、地味に作ったものを少しでも体感してもらえたらな、まあ、空気感っていうんですかね体感してもらえたらいいかなと思いますモーション監督をやってましてあのキャラクターの動き全般ですねプレイヤーから敵兵ボス、えー 倒れるロッカーのドアとかそんなの全体的に全ての動きを見たり作ったりしてましたとにかく量が多いんであの結局 DVD D の時代になっても入りきらなくて切ったものとか結構たくさんありましたコントローラーをこう操作したら動くのって当たり前じゃないですかでもそれは一個ずつ走りを作ったり歩きを作ったりっていうのをまあ の組み合わせなんで、でそれがまあ今回ちょっと膨大に多かったっていうのですね。であとはデモとかは体はモーションキャプチャーなんですけど表情とか指の動きはつつずつ手作業でつけてます。自分が直接やったのだとタンカー編の後半部分のオセロットのガンアクションのシーンですとかあとタンカーを突き破ってメタルギアが出てくるところですとかですね。 自分もともとその MSX 時代からのファンだったんで好きでやってるところが大きいんでなんでしょうね好きだとしか言いようがない開発期間が長すぎて忙しい時の記憶はほとんどないんですけど逆に覚えてないから作ってて飽きないのかなという感じがしてますでそうですねだからまあ その動いて操作して動くのは当たり前なんだけどそれを一個一個手で作られてるんだっていうところを気にしてもらえればありがたいかなと思います。えー、担当は振動エフェクトといいまして、えー、デュアルショック2のコントローラーの方の、えー、ブルブルと振動する部分を作りました。 作る量がやはり前回の倍倍から4倍ぐらぐいっていうその量の多さをさばくってこととあと担当としてそのキャラクター修正とかも担当だったんでそっちとの兼ね合いというか掛け持ちの作業だったっていうのがちょっとしんどかったっていうところですね。まあ、あのゲーム中中でも中問わず全般的に 中にはなんでここで震えるのじゃないですけど意外なそういう演出的にちょっとおっとなるような部分もあると思うんでその辺も楽しみにしていただきたいと思いますねあとはデモとかで派手なまあメタルギアが暴れ回るシーンとかはもちろんなんですけどももっと地味な人と人の触れ合いというか仲間にちょっと肩たたかれるみたいな。 ところとかもこっそりつけたりしてるんで、そういうところも楽しんでもらえると嬉しいかなと思います。ユーザーさんに対してはそうですね。あの振動はオンオフできるんですけどね、メニューでいつでも、えー、それをできれば、えー、常にオンでやっていていただきたいと。その振動があることで初めてわかるような。 えー、ちょっとした演出みたいなのもありますんで、えー、その辺も楽しんでいただきたいと思います。あとすごい細かい話なんですけどもこの「リアルショック2」なんですけどもあの振動の機能としてというか振動のより良い感じ方というかこういうふうに寝かして持つよりもこう立てて持ってる方がなぜか。 より細かい振動が味わえるっていう性質があるので、えー、振動を味わいたいっていうマニアックな楽しみ方をしたい人はぜひコントローラーを立てて遊んでください。一応メインテクニカルプログラマーってことなんですけど要は、えっと、レンダリングエンジンつまり描画に関するシステムありとかを担当しました。 特に PS2 になって PS1 と比べてすごいできることが多くなったんですけどもその分システムの方に要求されるものっていうのがかなり大きくなって、まあ、結構そういうところで苦労した部分がありましたシステムっていうのは目に見えない部分のことを指すんで、まあ、一概にどれを見てほしいっていうのは特にないんですけどもあえて言うんであればまあ全てを目に見えるところ全てを見てほしいと思いますやっぱり まあね、描画周りを担当した関係で、まあ、目に見える分は全て見てほしいんですけども、まあ、PS2 ならではのそういう高機能な描画を生かしたそういうモデルとかエフェクトとかそういうのを含めて全体的なビジュアルのクオリティの高さというのをまあ見てもらいたいと思ってますポリゴン。ポリゴンでも社内では言ってるんですけども。 まあ、リアル,タイムによるレアルタイムのポリゴンによるそういうムービーシーンというのがあるんですけども、まあ、PS2 になってもう本当にレンダリングレベルに近いクオリティの高い映像が実現できたんで基礎研究から考えるともう3年近くなるんですけども、まあ、結構大変だった分新しいこともいっぱい覚えられて。 まあ楽しかったっていうのがかなり大きいんでそういう点では結構さ楽しく仕事ができたと思ってま,すまあ一応見てもらいたいビジュアル面もやっぱり見てもらいたいんですけども、まあ、純粋にゲームの方を楽しんでもらえたらなと思ってますメタルギアソリッドの中で主に担当したのはエフェクトなんですけども。 えー、一番顕著なのはやっぱり短歌の、えー、雨のシーン嵐のシーンですねあそこは本当に最初からずっと手こずってましてトータル半年1年かかってたかもしれないですね長かったですねそのほかはやっぱりあの、まあ、爆発とか光とか、えー、そういう物理現象を主に作ってました。雨雨を表現するのに雨だけやっぱり 足らないんですねで嵐をいろいろ研究したんですけども映画見たりテレビ見たり一番参考になったのはそれを見てて思ったのは雨は上から下に落ちるだけじゃないんだっていうのが本当にあの単純なことなんですけどそれに気づいたことは非常に大きかったと思いますね。 そこを取っかかりに、えー、いろんな要素を組み合わせて、えー、今のような形になったんですけどそうですねあのー、敵兵担当のこれから音は、えー、嵐になったら DV を持って外に出かけて、えー、編集してですねでこのシーンを使おうとかいろいろありましたねあの時は本当にもうずぶれになっちゃってかなり寒い思いしたんですけどまあ一応うん。 うまく使われてるんじゃないかなと思います1、えー、ユーザーとして遊びたかったんですよもう全部の使用値を知ってるもんなんであのデバッグでかなり繰り返しプレイするんですがその度に思うんですよね一番最初に何も知らない状態でメタルギアをプレイしたかったなと思いますね本当に自分自身があのファンなんですよで常にやっぱりメタルギアを 遊びたかったし神聖な気持ちで接したかったですね。本当に休みなく作ってました。で、その間のもうなんだろうな自分の時間とかなかったですからね。えー、なんだろう思い入れが入ってます、うん。もう隅々まで遊び尽くしてほしいなと思いますね。 今大きくいってプレイヤーあのスネークライデン2人の主人公が出てくるんですけれどもそのプレイヤーの操作する部分あと武器アイテム周り作らさせていただきましたそうですねアナログに関して言いますとあの銃をあの構えるボタンがあるんですけれどもあの銃を構えて今までだともう撃つしかないんですけれどもそのボタンをゆっくり離すと打たずに。 下ろすすことがでできるんですねでその打たずに下ろすゆっくり離すっていう感覚があのなかなか皆んなと意見が合わなくて苦労した部分ですけどそこをもうまくこうできるようになるとこれがまた快感になってくるんでその辺練習してやってほしいなと思います。と好きなのはあのロッカーっていうのがあるんですけれどもロッカーの中に隠れてあの主観ボタンを押すとあのグッと前にカメラが寄るんですけれどもそれもいきなりグッ,グッと押すとですね 前の扉にガンってぶつかっちゃって、それで敵に見つかっちゃったりするんですね。そこもゆっくり押してやると見つからないっていうそういうとこが僕は好きですね。プレイヤーが見るものなんですけども、あの地形がすごく複雑なんですね。メタルギアの世界っていうのが、あのパイプ一本一本削の細いところにまで、あの細かくあの当たり判定っていうんですけども、当たりが貼ってありましても 銃でそこを狙ったらどんなに細いところでもその地形の通りにちゃんと当たって弾痕がついて長弾が出るっていう普通そんなことしないだろうと思うんですけれどもそういうところにこだわって作ってあるのでだからそこを見てほしいなと思いますですねユーザーの方はそうですね私もそうなんですけれどもあのゲーム好きな方っていうのはだいたい自分の中にこう俺の一本みたいなのを持ってる本なんですけれどもそういう一本に このメタルギアソリッド2がなってくれたらいいなと思いますしきっとなると思いますんで,楽しんでプレイしていいたただけたらなと思いますゲームの中で敵の動きプレイヤーの動きに対して敵がどうすればいいかそういうのを決定する AI を担当しました。 AI というとあの賢さが売りみたいなところがあるんですけども、えーまあ、ゲームにおいては賢いだけだと、えー、全然ゲームのルールが成立しないんで、えー、それだけじゃだめなんですねで。何が一番大事かっていうと、えー、プレイヤーが楽しませるために敵はどう動けばいいかプレイヤーが面白いと思わせるためにプレイヤーがあ敵がどう演出すればいいかを、えー、常に考えて作っています。で一度遊んんでくれたプレイヤーさんが もう一度あいつらと遊びたいと思えるような敵兵を目指しましたやっぱり一番の私の見どころをお勧めはクリアリングです軍事アドバイザーの毛利さんにあの敵兵の動きについてはいろいろ本当にたくさんの上限をいただいたんですけども中でもクリアリングについては講義まで開いていただいて社内で部屋を使って実際に犯人役と突入役に分かれて クリアリングを身をもって体験したりして勉強させてもらいましたゲームのルールとしてそのクリアリングをうまく盛り込めたと思っています気に入りのシーンですかシーンはもう敵兵は全部のシーンに出るんでそのすべてなんですけども行動に関して言えば敵兵はプレイヤーに銃を突きつけられると手を挙げるんですねそのあの危険モードになって追いかけられる恐怖と えー、突きつけ銃を突きつけられただけで、えー、手を挙げてしまうそのギャップを楽しんでいただけたらなと思いますそうですねやっぱりゲームとしての完成度が非常に高い作品になったと思います、えー、作ってる私自身が何度でも遊びたいですし、えー、皆さんにもそう思っていただけると思ってます でおまけの要素としてドッグタグ集めとかができるんですけどもそういったことをやるだけでも新しいゲームが発見できると思いますのでぜひ挑戦してみてほしいですね。メタルギアはプレイヤーがやりたいことをやればやるほどどんどん面白さが返ってくるゲームです。いいろんなことししてて堪能してください メカニックを担当してましまたえー木村ですえー、個人的に苦労したといいますか、まあ、全体的に何もかも苦労した点ではあるんですけど、えー、そうですね、えー、具体的に言いますと、えー、関節ですとか、まあ、その辺りで、えー、人の関節とは違うものが多かったんでいろいろと不具合が多くて、えー 僕よりもむしろアニメーターの方とかが結構苦労して迷惑をかけたっていうのが結構印象に残ってますね。えー、とメタルギアレイなんですけど体の各パーツに、えー、まあスペキュラーと呼ばれている技術的な環境マッピングで六角形の模様が入るようになってましてまあそれはマッピング的にもしんどい作業ではあるんですけど。 その見栄えと言いますか見え具合がやっぱりこうあまりあざとくなくさりげなく見せているんでその辺のさじ加減というかやっぱりその辺は十分練られているというかユーザーさんに言いたいことといいますかもうお願い個人的なお願いでしかないんですけどやっぱりメタルギアははい。 人を相手にしたゲームなんで単純に敵を倒したらおしまいっていうゲームではなくて相手はやっぱり生身の人間でそれを倒してしまうのかそれ,とそれとも誰も傷つけずにいくのかっていう部分は全部ユーザーさんの手にあると思うんですよ。なんで 安易にこう敵を倒しておしまいっていうプレイではなくてできれば誰も傷つけないプレイっていうのを目指して楽しんでいただけると嬉しいです。脚本と無線のスクリプトを担当した福島です。えー、苦労したことというかまず念頭に置いたこととしてあの。 毒にも薬にもならないものは作らないっていうのをまず第一に念頭に置きました <laughs> で、まあそのための一つの方策としてとりあえず同時代的であることということにこだわって、えー、そのためのまた目的として、えー、徹底して過剰であることっていうのを考えて作りました映画とか そういういものといろいろ比較して映画とゲームとの融合とかいうのをいまだに言われることもありますけれどもその映画を映画たらしめているものとゲームのゲームたるゆえんというものその現実的なものっていうのはかなり相反するものがあって映画でやっているような方法論をとってゲームで行うというのはあまり有効ではないとゲームというメディアの特性を生かしてそういうものを表現するっていうのを一番考えたんですけれどもそれを見ていただければ幸いです。 見どころというのはあの見見るるる人によよって見どころととなる部分分が多分変わると思うんですようんと今ほとんどのゲームっていうのはあの非常に簡単に咀嚼できて簡単に飲み込めてその分残るものが少ないっていう感じのエンターテインメントが多いんですけれどもメタルギアに関してはあの必ずしもそういう安全が保障されていないエンターテインメントっていうのを考えて作りましたんで。 見る人によって時に見たくないものとか見てもなんだかさっぱり分からないものっていうのが多分見えとってくることがあると思いますそういうところが一番最大の見どころとして一応想定して作ったところです開発中は本当にいろいろなことがあったんですけれども、まあ、とりあえずこうやって世に出るっていうことが一番嬉しいですでユーザーの皆さんにはとにかくこの作品はエンターテインメントなんで、えー、とにかく楽しんでくださいと <laughs> お願いしたいです いろんな楽しみ方ができると思うんでそれぞれの楽しみ方で楽しんでくだされば一番嬉しいと思います。